やまた壮大になってきたね。探索度上げかな、またやるべきこととしては竜の抜け穴だね。とりあえずこっちのクリアを次目指すか。下に行く感じかな。やったなこの感じ。よし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 。巨大ケヤキが2つ目。またここクリアすれば。あれ下か。ってことだよね。下か。よしよし。まあゲットだね。こっちは特になし。ああ嫌なの出てきたね。やろ。でこのまま行くと。なんか飛んできたね。そういう感じ。まだステータス戻ってないけど、このステージはそれなりに耐えれるようになってきたね。はい、っと。まだ下行けるか。で下行くと。ね、BGM 全然ないんだよね。あら。なし。この下危ね。何もないか。ありそうでないね。もうね、サーモン何にしても何にしてもだけど、魚は怖えよ。いやーでもウサギ大活躍だったね最後ね。やばい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 、なんか何が何だか分からん。やばいやばいやばい、どういうことどういうこと。はい、どうでこうかな。はい、
ぱめっちゃ素材手に入るね。さあその3、いやーその3まだし、あ、いやボスっぽいね。シャフドウ、あ、懐かしい。ほい、こいつが強いからな。はい、高いところからドーン、もう一回ドーン。これ強いんだよね。この繰り返しだけで勝てるもんね。ドーンとぶつけて終わり。鬼を倒したが何やらまだ不穏なものを感じるぞ。ご金様、滝の下か。かつて足蜘蛛らと焚き火様によって倒された大海口が逃げるときに奪った大穴がこの虎穴にございます。霧江を抜け海に抜けたかと考えておりましたが、島中の水が集まり滝となった地中に流れ落ちているようですなと。水神である大水じゃ海ではなく、ここの水を頼りに地中に隠れたというわけだ。さて帰るぞ。今日出現を待つ探索123でしょう。夜間ね。今回ちょっと夜をガンガン回ってみようか。26か、意外と進みが悪いね。こんなところか。さあキリンドとやろうと。ご苦労様でした。さあ建造、たまげた。中身がどうなってるかだよね。うん、お気になさらず。今回は笑わなかったな。あの笑うのに期待してるところ。タガヤさんの土、いっちゃいいね。にしか上がんないのか。にって正直微妙だよね。何か作りすかや。やっぱ隠しダンジョンに行って素材をガンガン詰める方がいいのかな。さてと、さあ一部屋増えるらしいんだね。明らかに家畜用の入ってないわな。でひー、このようなことをしようって狭いと、道義がまた狭くなるじゃろう。はいよ、大丈夫じゃないわい。神様、今は分かったっちゃね。おう、そういえば、うん、いい子。なんだか疲れたし、今日はもうこれで良いか。このまま使い道がなければ私助けんとの。牛、馬、なんかそのあたり来そうだよね。おー、牛来たー。やい、いや、そりゃびっくりするわ。ももうわ、でかい。こたびのやつはでかいぞ。これはどう見ても牛にござりまする。お主らどことなく似ておるの。
確かに似てるね。それがしと何がでござりまするか。いや気にするな。よいか。口は確かにね、麓の世では、農作に、あーはいはいはい、人の代わりにいろいろさせるんだね。そうか、毎年毎年面倒だし、使えるのなら使ってみるか。これを見越して家畜小屋を増築させたのか。ふふん、ということじゃ。それではならば、牛用の隙を作らねばなりませんな。ヒントは作れるか。ベコッコの隙なんて見たことねえな。おっさん、絵を描けねえか。うん、もう心はさんだね、困った時の。そうですよね、牛用の隙ですか。私も見たことありませんが、蓋を起こすだけであれば、都に戻り調べるほどでもないでしょう。私なりに仕込みを考えてみる仕組みか。さくなさんには素材集めお願いしますわ。うんうん、またか。こんなところか。ありがとうございます。さあ、素材をね。おお、なんか強そう。すげえな。何やらとんでもないものができてしもうたようじゃな。おいらもそこを、ね、少々大ぶりな仕上がりにありますが、蓋起こしは常に楽になるんです。勢い余って家まで掘り返されてしまいそうな言いようじゃの。タイマリをお主が連れてきたんじゃ、うまく牛を使ってみせるんじゃぞ。はあ、すげえのは分かった。ついにできた。オイラの刀、最高の刀だ。はあ、長かったな。この日のために毎日毎日土ば振って熱い鉄叩いて、やっと作り上げたんだ。ケンタ、ご飯だど。今行くっちゃ。まだ見られると面倒だ。つかやさやまで全部作ってから自慢すっぺ。どうしたんじゃ、ぼーっとして。消えちまった。何が。刀が。刀とな、田植え物のあれのことか。違う、あれのことじゃねえ。もっと詳しく話さんか、ちっともわからんぞ。おいらが売った刀だ。なんじゃと。お主、この峠で刀なんぞ売っておったのか。そういえば、初めの頃そんなことも言っておったの。来ちゃったのか。オナニアはあかんねえ。ふん、ならば勝手にするがよいわ。ほいなこと肩になっちゃや、神様。ああ、もうその手のひら返し、いい加減にせんか。なるほど、家事師として田植え物の刀を超えてみたかったと。まあ、おの子ならば分からぬでもない。そういうものかな。おだ、特にオイラにはな。どうもあれ、誰にも知られておらぬものが勝手になくなりはしまい、夕べからのうちはみんな揃っておったしの。ふん、この小屋からはかすかに仁義も感じますな。金太よ、一つ聞きたいが、そなたこれまでどうやって刀の素材を調達した。こっそり犬連れて回って集めた。
足雲にも何かと透けてもらった。足雲ね、頼り倒しておいてなんじゃが、わしらに甘すぎではないのか。あちらも慣れてしまっておるのかもですの。なんかもういろいろすまね。それで素材に琥珀は使ったか。使った。神の力が宿ると聞いちゃ使わずにはいらいねかった。何でもするんじゃのお主。琥珀とはただ神の力を宿すだけの石ではない。それ自体が集まれば神の魂魄となり得るもの。いわば神そのもののもとじゃ。火で溶かし幾千幾万と打ち重ねる刀作りにそれを使ったとなれば。もしやおいら神様ば作っちまったんかや。おそらくではあるがな。なんてことをしてくれたんじゃ人の分際で。まあまあ、仮にそうであったとしても生まれて間もないことには違いありません。まずはこの峠を探してみましょうぞ。なんか大変なことになってね。頭もゲットして、あーちょっとお帰りください。ちょっとね、いろいろ管理がめんどくさくなるんで。我が家か、我が家の方に行こうか。サクナ様、金太も一緒か。今朝見てみたら、それがしの刀が綺麗に折れてしまっておるのです。ご覧くだされ、この鋭すぎる折れ口を。折れたというより、切られたようにすら見えますな。実に面妖な。すまね。多分オイラのせいだ。どういうことだ。そうか、父に知れたらさぞきつく叱られてしまうのであろうな。過去を折られてその程度か。もうちょっとくらいは怒ってもよいのじゃぞ。いえ、まあそれがし刀は使えませぬからな。しかし遠く離れても父は怖い。まんずすまねえ。ほいは後で打ち直してどうにか使えるようにすっから。おお、そんなこともできるようになったか。金太はすごいな。やめてきり。お？え？照れておるのか。照れておるの。なあぬさこのクソさくな。なんじゃやるかこの金太。おやめなされ。で、あれはやはり金太の刀の仕業か。間違いございませぬな。親にあったのと同じ神器が家の中でも感じられました。それにしてもなんであんなことをしたんじゃろう。人を切るわけでもなく。金太よ、そなた何ぞ念でも込めて打ったか。力だ。とにかく強い力。どりの刀よりも鋭い切れ味。おいおい、それではまるで。いや、石丸みたいだねや。自分でも分かってちゃ。確かにあいつはおいらたちをかどわかした賊だ。でもあいつの語ることは間違ってねえって思ってた。いいとか悪いじゃねえ。弱いやつは食われる。俺らだって少しは出てきた。味も力に憧れてたから始めたんだ。でも間違えんなよ。鉄板叩くうちにそんな古い気持ちは忘れちまったっちゃや。ただ俺らなりのけじめはつけたかった。ほっほっほ、若さとはまばゆいものじゃの。そういう字をいつから聞いていないんだ。金太の打った妖刀は金太の念に沿って動いておるはず。すなわち
自らが唯一無二の刀であることを示さんがため、田植え門の刀を折った。ヤナと最高の真剣であるこの玉を素通りするとは目が利かぬやつめ。初めから折れとるからではないか。しかも束の部分じゃし。げんねんね。ならば他の刀を探しに行ったということか。この島で他に優れた刀といえば、石丸や鬼どもの刀かな。あんなのおっさんの刀に比べたらただの鉄くずだ。おめはおいらよりいろんなところに行ってんだべ。他の心当たりはねえのかや。じはどうじゃ。さて、とりあえず今は手が浮かばぬのであれば、これまで通り島をめくりつつ目を配られてみてはいかがですかな。雲をつかむような話では、そうするしかないか。万全よろしく頼む。やれやれ、家が壊された時はもう終わったなどと申したものじゃが、やると決めたらやることだらけじゃの。まったくおっしゃる通りでございますな。刀か。その刀使わせてくれたらいいんだけどね。てことはそれぞれなんかイベントありそうだな。